C3 プルリエルはシトロエンが誇る世界唯一のモジュールカーです。1台で5つのボディ形状に変化するオープンモデルで、真のレジャービークルとして開発されました。コンセプトカーが公開されましたのは1999年のフランクフルトモーターショーです。2002年のパリサロンで市販車が発表されまして、翌年春にカブリオレオブザイヤーに輝いております。日本市場へは今年4月から導入され、主要は 1.6 リッター DOHC 16バルブガソリンエンジンにシトロエン独自のセミオートマティックセンソドライブを組み合わせた1タイプで、車両本体価格は279万円です。社名のプルリエルはフランス語で複数という意味で、文字通りサルーンから電動でキャンバストップを開きますとパノラミックサルーンへ変化、ホロとリアウィンドウを一体化してトランクルームに格納しますと美しいアーチを持つカブリオレに変わります。さらにサイドアーチを外してスパイダーピックアップと5つの形状に変化をします。いかにもフランス車らしいデザインとモジュラリティ、これが第一の特徴といえます。ベースモデルの C3 より一回り大きく、特殊鋼板の使用、サイドシル、クロスメンバーの強化、スチール製チューブの内蔵などによって安心感のある走りを実現しています。ユーロ N キャップでは31ポイントを獲得し、四つ星になっております。居住性においては大人4人分のフルサイズシートが用意され、クラス最大級の前後前幅により卓越した視認性が得られています。つまり高い安全性、そして卓越した居住性、これが第2第3の特徴といえます。ボディカラーは現在は9種類ありまして、日本仕様はアーチが全てシルバーになっています。カーバリシートがプラス12万6000円でオプション設定されております。ちょっとそのとんがった車ですね、オープンになるということも含めてデザインなんかも相当、踏み込んだところまでこだわって作ってますし、やっぱりこういう量販車のプラットフォームを使ってそれを上手に利用して、個性的なものを作ると、これはね最近日本ではなかなかなくなった、昔は日産がパイクカーシリーズといって B1 とかパオとか作っていたんですが、こういう C3 プルリエルみたいな車を見ると、ああなんかこういう車もっともっと増えると結構楽しいななんて思いますね。でまずデザインがこれはすごく派手個性的なんですが、嫌味がないっていうのかな、すごくうまくまとまってますよね。飛びすぎないで、でもしっかりと主張していると。で今回乗ってるのが特にダーク系の、黒に見えるすごく濃いガンメタなんですけれども、この色なんかも僕はいいなと思いますね。これソフトトップがついていて、あとこの横の、部分、これも外せるようになっていて、風切り音に対してはあまりこう有利なボディ形式ではないんですけれども、その割にはもう少なくとも100キロであれば風切り音は十分抑え込んでると思いますね。ホロなんかも全然バタつかないです。ここにあるダイヤルを回すとかなり大きな開口部が現れますね。でこれはキャンバストップみたいなもんですね、今は。でこの状態での開放感はかなり高いです。後ろの席なんかは相当その空が見えるんでしょうけれども、前の席に座っていても、室内がうんと明るくなるということと、あと A ピラーは結構ここまで来ているんですけれども、でも視線ちょっと上を向くと空が視界に入ってきますし、これはねオープンかフルオープンとまではいかないんですけれども、通常のサンルーフとは、比べ物にならない開放感がありますね。で風の巻き込みなんかも、100キロで走っていても、髪の毛の上がちょっと揺れるかな、後ろの席は嵐のようになっちゃいますけれども、前の席だったら特に大きな違和感はないですね。で今
90キロぐらいになりましたけど、まあ、髪の毛を見ていただくとおそらく上の方がサワサワと動いている程度で、そんなにぐっちゃぐちゃになるような感じではないことが分かっていただけるんじゃないかなと思います。まあ、また閉めてみましょうか。でこれ途中でもう止まるんですけれども、任意の場所で大体止められるんですけれども、まあ中途半端に開けとくよりもフルオープンにしちゃった方が風の巻き込みはむしろ少ないですね。オープンカーってもともとあるボディをこう切ってしまう、屋根を取ってしまうのでボディ剛性はどうしても落ちてしまうんですね。それは一箇所割れた卵の殻を思い浮かべていただければわかるんですけれども、モノコックボディの一部を切るとやっぱり極端に剛性が落ちてしまう。で、まあ、当然これオープンにするにあたっていろいろと補強してるんですが、例えばこの A ピラー、この太い A ピラーなんかは、中央この中に太い構造材が入っていて、例えば横転した時なんかでもロールバーの役目を果たすぐらいがっちり作ってるんですけれども、まあ、全体的な特に尖ったゴーンというショック、ガツンというショックが入った時のそのボディの、振動の受け止め方あたりはやっぱりノーマルの C3 に対してちょっと緩いなという感じがします。で高速道路レベルだとさほど気にならないんですけれども、例えば街中のすごく荒れたところなんかだとこの A ピラーあたりがブルブルブルっと震えたり、あとフロアがブルブルっとこう震えたり、そういった普通の C3 では感じないようなボディの緩さを感じることがありますね。結構これ直進性はねいいです。小さい車なんですけれどもどっしりと落ち着いて車線の中をピタッとこうまっすぐ走ってくれますし、あと細かいレーン内での修正でもすごくしやすい。これはね、なかなかリラックスして安心して高速道路走ってられますね。このエンジンはね、思ったより元気がいいですね。ま、低中速トルクも出てるんですけれども、ぐっと回してった時のその伸びとか、あと音、これもなかなかいいですし、まあ、6000回転ぐらいまで回るんですけど、まあ、5000回転ぐらいまではそこそこ、スムースさも、維持されるということで、まあ、相当こういうとこ来て積極的に回していっても楽しめると、そんな感じがします。これは意外な収穫でしたね。こういう曲がりくねった細い道、そういうところだとこのコンパクトなボディとあとそこそこクイックなステアリングがすごくいい感じです。でやっぱりスポーツカーではないんで、そんなに速く走るのは得意ではないんですけれども、まあ、そこそこのペースで気持ちよく走る、それはどちらかというとこのプルリエルは得意技でしょうね。意外と楽しいですね、こうやって乗っていて。で、まあ、足なんかも、そんなには固めてないんですが、それでもそのコーナーでのグラッとくる嫌なロールも抑え込んでますし、でこのステアリングの効き自体もすごく滑らかですし、特にそのここは嫌だなとか気になるなという部分は、感じません。すごく素直で、気持ちよく走れるなと思いますね。あとやっぱりこういう細い道に来るとやっぱりちょっと気になるのはこの A ピラーですね。 A ピラーの太い A ピラーが右コーナーの時にそのセンターラインとか対向車線を、隠してしまうので、まあ、都内とか、まあ、街中なんか走っていても、右折の時なんかはその歩行者十分注意をしてやる必要があると思います。で、まあ、今日ね雨が降ったり止んだり晴れ間が覗いたりっていう変な天気なんですけれども、まあ、サイドアーチまで外しちゃうとね、出先で雨に降られるともうお手上げなんで、普段はこれでも十分開放感味わえますよね。